はい、皆さん、こんにちは、ガムシロです。ということで、レイジングループ続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回がですね、また二人犠牲者が出まして、肝臓さんと、あと、吉継くんか、安永くんの、なんだ、弟が殺されてですね、で、今から、宴が、あるところですかね。で、主人公の夫妻子くんは、自分の部屋で軟禁されている状態ですかね。はい、じゃあこれで一旦進めていきます。はい、さてどう動くかな。はるちゃん、傷は大丈夫？平気だけど。今聞くのもあれだけど、一体何があったの？結構危なかったよ。知らない。もう始まるわよ。どうした、はるちゃん。ずっとなんかふさぎがちだけど。っていうか、近持ちはしっかり着替えてんのね。全員に杯が回った。よみみの宴の始まりよ。早速だけど、匠に昨日の蛇の信託ってのはあったの？ああ、あった。どうだった？キヨは人だった。当然、私は狼などではない。これでムロと私の二人が容疑から外れたというわけだね。そういうことになりますね。では早速、決めねばならんことをまとめよう。昨晩気の毒なことになった牧島肝臓氏の方針を続けるなら。あれ、なんでおっちゃんが仕切んの？別に、年長者ということで山脇さんが進めるのでも構わんよ。私はそんな苦手じゃが。であれば、狼ではないと同意を得た私かムロが仕切るのが年功序列からしても自然ではないかね。匠に、おっちゃん鬱陶しいから匠にが仕切ってよ。めちゃめちゃ言うな、隣同士なのに。いや、キヨ、頼む。ご老人が亡くなられたショックもあろう。無理はする必要ない。できる限りのことはやらせていただこう。ムロは織部夫人を気遣って差し上げろ。あの子が香織さん。さて、早速提案だがね、今日は必ず一人選んでくくることとしないか。ちょっと、それは乱暴じゃないです？いや、それは必要だよ、知恵ね。そうでないと、何日か後に確実に狼は最後の一人を殺しきる。そういうことだ。宴には非常さも必要となる。間違っていませんな、山脇さん。そうですね。読み人は何としてもくくらねばならんです。くくれやひどい。間違えたらどうすんの？たとえ露見しなかったとしても、間違えて人を殺した事実を一生背負うんだよ。確かにそれは気分の悪いことだが、実のところそういった死も無駄ではない。間違えて殺したら死んだ人は無駄死にでしょうに。目上への口の聞き方に気をつけたまえ。いいかね、現状我々は容疑者を絞り込む確実な手段を2つしか持たんのだよ。安永君ならわかるんじゃないかね。ええ、蛇による信託と一人殺して母数自体を減らすってことでしょ。それはわかってるけども、受け入れられると思ってるんですか？無理だわ。殺された人からしたら、後でどっちが勝とうが関係ないじゃない。だからあえてここで合意をしておく必要があるのだよ。他の皆が生き残るために、自分が死んでも構わないという合意をね。な、それしかねえってのかよ。そう、それしかない。なんとも悪辣ではないかね、山の掟というやつは。冗談じゃないわ。
他人のためにくくられろって言われて、はいそうですかって納得できるわけない。ああ、それじゃあ君は狼だということになるが。なんでそうなるの。安水のために命を懸ける気がない、つまりは安水の敵ってことですか。そういうことになるのではないかね、安水の諸君。今こそ団結力が問われるというわけだ。おっちゃん調子乗ってんな。私は上藤吉の人間として、そして剣技の晴れた者として、できる限りのことを進言しているだけだ。口を慎め。野里清之助さん、あなた自分が蛇に診断されるまでこのことを黙ってたでしょ。は、何を言い出す。昨日の時点であなた気づいてたんでしょ。死んでも文句言わないって、同意を持って団結する必要があるって。でもそれを表明することで蛇に調べてもらう権利が暴走することも気づいてた。だから黙ってたんですよ。憶測で物を言ってるんじゃない。でも確かに疑いが晴れた上藤吉の人間に死んでも文句言うなって言われたって納得できるわけないわ。匠に何とか言ってやってよ。だが言ってることは正しい。匠に。あの、私は賛成します。疑われることもくくられることも皆様の決定に異議は申しません。リカ子さん、すでに申し上げました。こうなれば上藤吉も安水も関係ございません。それに私は勝手な思いですが、心は安水の一員だと思っております。ああ、誰かさんと違ってご立派なお心持ちじゃないですかね。ただこの子にそれを求めるのはちょっと酷ではないかとは。みんな怖い。しかし例外を作るわけには。ならこの子をくくる必要があるならば、私も共になりましょう。な、それはダメですよ。流して与一は一日に一人だ。私が勝手に死ねばよいのです。汚れは戸川を犯した者に来る。死んでいればもう関係ありません。そんな。しかし。見苦しいぜ清、仕切るならしっかりしやがれ。あとは上松の姉ちゃん。はい。あんまり軽率なこと言ってんじゃねえぞ。悪いがあんたも俺らを締め付けてる上藤吉の長者どもの一人に他ならぬ。こうやってばあちゃんたちがビクビクする羽目になったのもあんたのお仲間のせいだぜ。仲間面されても困るんだ。申し開きもございません。この子のせいではないけどね。ただ植松家のその先祖様が何かしたってことでしょ。第一あんたが休みずにいる理由も不明。正直俺はこんなことになったのを誰かのせいにしたくてたまらねえ。匠に、まさかこれが全部上藤吉の人間の仕業だっていうの。さあな、全部かは知らねえ。ただ上藤吉の人間が俺らを常日頃ここに閉じ込めようとしてるのは、奴らが何かを知ってるってことだ。少なくとも宴なんて昔話で、狼様は人間の味方だなんて連中の物言いは嘘っぱちだってことだ。連中は霧が立てば安水の人間が死ぬと知ってたんだ。財産や家柄だけじゃねえ、連中は命にまで差をつけてやがったんだ。バカな。上藤吉の長者が聖人君子とは言わんが、少なくとも才覚と品格に満ちた真っ当な家々だ。まともな常識だって持ち合わせている。この科学万能の世の中で宴なんてものを本気で信じてなどいるものか。だからじゃない。なんだ、何が言いたい。清之助さんは藤吉村のそういう秘密を教えてもらってない。そうやって長者はまともって信じて吹聴する広告塔としての価値しかお家の中で認められてないから。な、
だからこの時期の安水が危険ってことの配慮もなく里帰りの逗留先として野里屋敷を強制されたみたいな。え、じゃあこいつも見捨てられたやつか。なんかかわいそうなやつだな。ふざけるな。私が家に見捨てられたとでも言うのか。ああ、ありえるね。僕や安と同じだ。長者のやり方は残酷ですよ。権力争いの負け組や無能者、あるいは当主の気に入らないといった理由で簡単に安水送りにされる。僕らはともかく、母は東北から樋口家に嫁いだっていうのに、父が死んだ途端に叩き出されて。そんなの別によかった。母さんごめん、刺激するつもりは。私にはね、義継とあなたがいればそれだけでよかったのよ、安永。とにかく僕らの命運を彼らがねじ曲げたのは間違いないんです。その点じゃ匠に賛成だな。残念だったわね、来る羽目になったのが。こんなところで安水の人が悪いとは言ってないだろう。どうしたんだよ本当に。どうせみんな死ぬのよ。おじいちゃんだって選ぶってたくせに結局簡単に死んじゃったんだから。こんなのやってられないわよ。どうしてあの時ほっといてくれなかったのよ。あの時はそんな感じじゃなかったのに。どうしたのさ。もう嫌なのよ。悲しいの。どうしたんですかおじいさん。狼が来たら誰もが鬼になりよる。そうですな。だからこそ読み人をくくらねば。はあ、もうわけわかんねえな。まあいい、事実として上藤吉の連中は俺らを助けてくれはしねえさ。道崩れちゃってたしね。それもあるしな。でそんな中、清は逆に信用していいと俺は思う。理由は知恵美が言った通りだ。あらら、お気の毒。勝手になんでも妄想するがいい。だから誰かをくくる段になったら植松のは一番くくりやすいんだ。首相にしてると本気で死ぬぞ。あの、ではどうすれば。誠実に知ってることを喋れ。とにかく黙ってるのだけは最悪。丸投げもダメ。そうだろ、キ。もうそのまま君が宴を進めてはどうかね、ムロ。おやっさんの真似をしてみただけだ。ガラでもね。あとは任せた。ふん。私から提示することはごくわずかだ。これから多数決を取り、最も多く票を獲得した者をくくる。それは乱暴だって。無論何らかの申し開きができるものはそうすればよい。自分が死ぬべきでないと価値を立証できるような場合は特にだ。しかしながら、自分は人間だだの、死にたくないだのは不要だ。そんなもの誰だって同じなのだから。選ばれた者は潔く諦め、残りの者に安水の運命を託して神明を投げ出す。首吊り松でくくりますかね。それで差し支えんと思いますがね。投票方法はどうするんです。上座の者から順に指名していく。短いインタビューを行ってもよろしい。最終的に投票者が決まったら私が手元の手帳に記録しておこう。ありえない。対面で誰かに死ねって言うみたいなもんね、できるわけないでしょうに。いい加減芹沢のイチャモンに付き合う余裕もなくなってきた。この辺りで進めさせてもらおう。では、こちらのお名前は。じっちゃんだ。狼じじいだ。おじいさんは私が若い頃からおじいさんでしたよ。何歳なこいつ。タエバーが何歳よ、その前に。私の若い頃からじいさんでも何年生きとん。ご老人、
私の言ったことは理解されますかな。ではこの中の誰が狼だと思われますか。私なんで。狼怖い怖い。では芹沢千恵美さんが一票と。マジ。ちょっと待ってよ、本気でこんないい加減な決め方で人を殺すつもり。仕方ないだろう、ご老人だって宴の参加者だ。発言権を奪うわけにはいかんだろう。ん、匠兄ちゃん、なんとか言ってよ。安永、お前どう思う。様子を見ますだな。ちょっと、そんな。じゃあ、あたしだね。あたしもちーちゃんに入れようかしら。なんで、たえばあちゃん。悪いね、実はあんまりわからんのよ。じゃが、ちーちゃんがずっと怒っとるのがちょっと変に思えてね。他の皆が生き残るために自分が死んでも構わない。ええ、そうね、私は同意しないわ。安水のみんなは大事だけど、自分の命だって大事だもの。それに私は自分が狼じゃないって知ってるし、おとなしく殺される気にはならないけど、いいわ、そのルールに乗る。このままだとそれだけで殺されそうだし、他に方法もないのは確か。さあ、タイバーちゃん、チエミはおとなしくなるよ。投票先変えない。え、どうしようかね。うん、じゃあいいや。さっきはチエミは怪しかったもんね。よろしいかね。ではムロの番だ。俺はメイコに投票する。タクミ兄ちゃん、あなたは理由を言う必要あるか。いくら子供でも親の名前どころか素性も言えないのはどこまでも奇妙だから。まあ確かにね、名前も言えないような年でもないと思うしね。伝説がどこまで本当かは知らねえが、奇妙なもんがタラナガから上がってくるなら同じ着方をした奴を怪しむのは当然だ。巧みに、そんな話が通るならこんな面倒な宴が成立する必要なんてなかったんじゃないのかな。僕もそういう決め方ができる気はしないんだけどな。サラナガから来なくったって素性不明の怪しさは何も変わらねえよ。逆に考えてみろ、もし子供が狼だったとして、今のお前らみたいに子供だからかわいそうって理由で対処しなきゃそのまま全滅するんだぞ。分かってんの。くーん。ふん、ムロもそれなりに考えているということだな。では、オリベ夫人。牧島春さんに。母さん。なんで、私なんですか。逆に、言ってごらんなさいな。どうして今日逃げたりなんてしたのか。おじいさんを殺して、義継を殺して、気まずくなったからじゃないの。違います。まあ行動的には確かにちょっとおかしいもんね、朝から。じゃあ行ってごらんなさい。怖かったから、こんなとこにいたくなかったから。嘘をおっしゃい。香織さんやめろ。あいつが死んでみんなつれえんだ。俺だってそうだ、春だってそうだよ。みんなつれえんだ。オリベさんは結局投票先をどうするのかね。では牧島春のままとしよう。次に私だが、私は本名不詳のご老人に。どういう理由で。先ほどの応答で分かった。彼は理性的な判断を行っていない。宴には不要だ。そんな一方的な。彼が事前に狼が来るなどと吹聴していた疑うに十分な事実も一方的というかね。まあ、こいつはこいつでちゃんと考えてんだ。私は彼が完全に狂っているか、あるいは何かを知っていると見る。考えなかったかね。安水では過去にも宴は行われているはずなのだ。
老人であればそれを体験しているはず。私はないですよ。70なるまで生きて一度も。でも彼ならあり得るのでしょう。あなたよりも年上だというのですから。彼は何かを知っていて地方のためにうまく言えないのかもしれないし、悪意的にごまかしているのかもしれない。今日投じることで情報を引き出せるかもしれない。そうでなければ彼に価値はない。価値、この場における価値のあるなし、そんな理由で人をくくるのはいかがなものでしょう。そうおっしゃいますな。これを進めれば明日にはもう一つ手が進められるのです。どういうことでしょうか。今日室にまた一人加護によって素性を調べさせれば、素性の知れた者はもう一人増える。雲は引き続き室を守る。これを繰り返せばたとえ全部外しても3回で全員の素性が知れる。そうなるの？一日に一人くくって、一人狼にやられて、一人ヘビで明らかになるなら、一日に三人正体が明らかになる。今、匠兄ちゃんと野里さんの他11人が人か狼か不明だから、3、4回か？そういうことだ。くくるのを選ぶのは3回だけでいい。それならば、あえて親しいものを率先してくくらずとも、縁の薄いものから先に安水のために立ってもらえればいい。てめえ、そんなこと。まあ、なんだ合理的なのか。まあ、なんとも言えんな、これ。私は最大多数の最大幸福を論じているつもりなのだがね、ムロ。野里さん、本気で言ってるんですか。何？知恵姉の計算は、狼が蛇で調べられていない人間ばかりを馬鹿正直に狙った場合の話でしょ。狼が前日に正体が確定した相手ばかり殺しにかかったらどうするんです。例えば今日あなたを。そんないい加減な計算をもとに、いい加減な投票をさせようって考えには僕は賛同できないです。ああそうか、結局狼ってじゃないってことが証明されただけで殺される確率はあるのか。それにしたって君は身内を殺すことを軽く見てはないか。僕はだから身内を殺せるなんて一言も言ってない。言えるわけがない。僕がああまあ少々間違いがあったかもしれんが、投票はもう進んでいる。あとは各々の判断に委ねよう。次は上松理香子さんではないのか。席順から言えば僕ですね。困ったな、判断材料が少ない。なんでそんなに冷静なの。冷静でないと間違ったことが起きるからだ。だから春ちゃんも母さんも落ち着いてくれ、頼むから。僕はヤス君、ちょっと待って。こんな時で悪いんだけど、一つ思いついたことがあるんだけど。ん？何？猿って名乗り出てもいいんじゃない。あ、そういえば言ってたな前回。なぜそんなことを言う。カゴ持ちは名乗り出ない方がいいと安永君も牧島王も言っていただろう。いや、私もそうやって何も考えずにいたんだけど。じゃあ猿って何の役に立つの。お互いのことが分かるだけなんでしょ。最初にそれが知れるだけで、その後何かが分かるわけじゃない。そうだね。使い道って言ったら蛇を語るやつを引っ掛けられるくらいだね。だけど考えてみれば、猿は互いに証明できるんだから、ある意味で蛇に調べられたのと同じくらい狼じゃないって信頼できるわけでしょ。ああそうか。嘘ついたやつがいたらリスクが高すぎる。例えば私は猿じゃないけど、はい私猿です。さあ匠兄はどうする。もう一人が誰か言ってみる。そう、でも誰も言えない、嘘だから。
それでも例えば、はい、モッチーです、そう言ったとすれば。なんでわかったんだ。いや、冗談はいいから。まあ、証明できないわけだよね。なるほど。だが、相手が乗った場合は、猿になれば安全になれると思って、本物の猿に名乗り出てもらって、その4人からくくっていく。それは嘘をついてまで生き残ろうとするのは狼。その原則ならばそうするのが正しいよね、野里さん。確かにそうだ。その方針をきちんと立ててさえいれば、あえて猿を語ろうとする者はいなくなるだろう。そうか。人にとっても狼にとっても危険すぎてやる価値がないのか。これ、わからない人いる？いないみたいだね。なら、名乗り出てくれないかな。これで二人、容疑から外せるから。はいはい。何？こっち。いや、僕が猿なんだ。さっきの続きじゃなくて？うん、イエス、僕は猿だ。じゃあ、さっき言った通りだ。もう一人は誰だったんだ？メイコちゃんだ。メイコちゃん、そうなの？何？あのね、昨日の日に起きたらお腹になんかなかった？あった、猿さん。知ってるんだ、その模様のこと。はい、信頼モーデと一緒に教えて遊ばせていました。他に猿だって人いないっぽい？じゃあ確定じゃん。そっか、じゃあ間違いないのか。じゃあメイコとモッチーは違うのか。ちょっと限られてきたな。ムロさん、ムロタクミとオリーベが、あ、オリーベじゃないや、なんだった、あのメガネの人が違う、今のところ人間で。モッチーとメイコは猿だから違う。ってことは、老人2人、オリベ家の人たち、あとは、なんだ、女の子3人が、あれか、この中に2人いるのか。なんだ、じゃあ俺の投票は無駄だっつうのかよ。やり直してもいいと思う。やり方を曲げる気か。一度投じた票の撤回は不可能とした方がいい。土壇場で嘘をついてリセットとかキリがなくなる。しゃあねえな。じゃあいい。突然言い出してごめんね。次ヤス君に戻る。僕は狼ジジイに一票入れる。理由は、黙っているだけで何もしないのが間接的に狼を利しているから。じゃあ次は僕だ。サイバーに100万票。なんちゃって。一人一票だ。じゃあタイバーに1票。知恵姉にいきなり1票入れた。目の付けどころが怪しいもんな。何言うんかね、この子は。だから若いもんはいい加減で、ろくでなしで。あ、次私か。そうだな、おじいちゃんに1票。やばいね、これジジイが犠牲になるぞ。なんだ、結局君もそれか。黙ってて。理由は、現状で他に怪しいと思える人がいないってだけ。以上、はるちゃんの番だね。私は植松さんに入れるわ。あなたがきっと汚れを呼び寄せたんだ。違います、私はただ己の役目を果たすために。役目ってなんだろう。とっとと汚れを引き取ってよ。そうしないのはあなたが狼だからでしょ。貴様、いい加減にしろ。力不足で返す言葉もありません。あなたもこんな連中にかかずらう必要はない。リカコさんの番ですよ。きっとあなたに投じた人が怪しい。ろくでもないことを。私は織部安永さんに。え、あなたは。私は疑っているわけではありません。でも思ったのです。今この場で
もし狼様であるのが彼であるなら、それこそが皆にとっての最悪だと。いろいろ喋りましたからね。皆さんを騙すためにそうしたって思われても仕方ないかもしれません。ああ、まあまあ一応で重要人物になっとるもんね今。ただ僕は間違ったことは言ってないと思います。少なくともそのつもりはない。植松さんが投票されるのは構いません。意思表示のために投票するのも大事なことだと思いますから。狼ジジイ氏が3票でトップか。そこの子供、最後は君だ。メイコ、わかる？誰が狼さんか選ぶの？そう。お姉ちゃん。私？マジですか。怖い。私はこの子の方が怖いよ。決戦投票だ。芹沢千恵美と狼ジジイ氏を除く9名で再度投票。うわあ、これやばいね。千恵美が。狼が来る。再度投票の結果、狼ジジイ氏7票、芹沢千恵美2票。タイバーとメイコちゃん以外全員じいちゃんじゃん。黙れ、ご老人、よろしいですな。決めたからには全員同罪だ。腹くくれよ、じいさん、分かってっか。時間が欲しい。あ？斧を片さにゃいかん。身辺整理というわけだ。そのくらいは猶予があって叱るべきかと思われるが。逃げる気じゃないでしょうね。ハルちゃん。じゃあ僕がついてく。頼むぜ。では彼が戻ってき次第サラナガへの追い立てを行う。リカコさん、縄はどこへ？こちらへ。これでいいのか本当に。ずっと黙って見てたけど、だずっと黙っててもないけど、まあ、確かにさ、あのじいちゃん何にもないけどさ、どうなん？のじいちゃんがなんか狼ではないような気もするけど、なんかとりあえずこいつに入れとこう的な感じで入れられた感じがする。すでに夕刻と言っていい時間だ。長い間無意味な思考で時間を潰していた僕は、外の騒がしさによって現実に引き戻された。大声で叫ぶ人の声だ。どうした？窓を開けて叫んでみる。こちらは崖側なので集落の方に直接声をかけられない。声が届かなかったのか、応答もなかった。何があった？より大きな声で叫んだ。最終、てめえそこ動くんじゃねえぞ。殴られる？何があったんですか？バカみたいに同じことを繰り返す。今危ないんです。危ない？どういうことなんですか？今度は返事はなく、遠くでわめき合う声が聞こえるばかりだ。その時寮の階段は慌ただしく駆け上がる音が。誰だ？返事がない。何かが起きている。誰かが近づいてくる。必然的に高まる緊張感。あ、春秋さん。また知恵見落ちか。何それ。悪いけど今じっとしてて、ひょっとしたらやばいかも。絶叫が知恵見の声を断ち切った。絶叫というより凄まじい悪態。聞き間違いも用もない匠さんの声だ。物も言わず千恵美が立ち去る気配。ちょっと開けてよ。ドアと格闘するもガタガタ言うばかりで全く開く気配がない。何かあったなら僕も手を貸すってば。くそ、これ以上蚊帳の外になるのはごめんだ。僕は転身すると開きっぱなしの窓に向かい飛び降りを試みた。といっても2階なので大した高さがあるわけじゃない。少々足がすくむ程度だ。無視して飛び降りる。着地の瞬間膝をちゃんと曲げて怪我もなく地に立つ。そして声のした方向、広場や集落がある方向へと走った。なんだ、ほどなくさっきの匠さんの叫び声の意味を知る。その絶望の意味を。何それは。
集落からさらに一段下がる墓地への道を向かう道すがらだった。道といっても低い雑木が頭上を覆い尽くす鬱蒼とした林で、足元は腐葉土の絨毯だ。霧がなくても日当たりは悪かろうと見えた。絶えず、水音が立っており、水温が立っておりよく見えないが、水田からの用水路が引かれているのかもしれない。そこに数名の人垣ができているのを認め、僕は物も言わず彼らの間から顔を覗かせた。うわ、誰が死んだの？体があった。しかも2つ、老人のものと子供。待って、近持ち？ちょ待って、相違的である2者は相似的な格好と色をしていた。腹を押さえた形で横向きに横たわり、血まみれで微動だにしない。血まみれの、うわー、もっちー、マジ狼じじいと鴨志田近持ちの死んだようにしか見えないからだ。なぜ、何があった？不歳し、てめえ寮にいいんじゃなかったのかよ。さっきまでいました。嘘つけ、てめえがやったんだろ。あ、違いますよ、本当にさっきまで寮の部屋にいたんです。千恵美ちゃんと話だってした。うん、春秋さんじゃないよ、匠兄ちゃん。じゃあ誰がやったっつんだよ。そんなことより手当は無駄だ、触んじゃねえ。手当をすれば間に合うかもしれない。血はすっかり全部抜けてやがる、腹かっさばかれて腹綿も出てやがる。どんな手当てすりゃ生き返るってんだ、言ってみやがれ。あ、そこまで言われて返す言葉は僕にはなかった。その場にいるのは5人、セリザー、チェミ、ムロトクミ、僕、他にはヤブに向かって追うとしているオリベやスナが、少し離れて遺体を見つめる、上松リカ子、他は実動要員としておなじみだが、上松理香子は少々場違いに思えた。だが思い直す、すでに人手が足りなくなりつつあるのだ。何があったんだ、誰がやったんだ、畜生。ご覧を、彼女が示してみてあったのは、狼じじいの衣服だ。血まみれの上着のところどころによじれて絡まった毛の塊が付着している。人狼、その仕業であるなら汚れ、そういうのか。違う、これまでとは殺し方が全然違う。そんな獣毛、なんだ、何の証拠になるものか。傷を見せてください。触るなっつってんだろ。これは明らかにこれまでと違う。知ったようなことを言うな。これまで何も分からずじまいだったくせに。そうやって見ることをやめてしまえば、分かるものも分からなくなる。しらじらしいんだよ、よそ者。匠兄ちゃん、落ち着いてよ。うるせえ、こいつが来てから全部おかしくなったんだ。こいつがいなけりゃ。今にも僕につかみかからんとする彼の目は、渦巻く劇場で濁って見える。彼とは信頼関係を結べそうだったのに、これでまた白紙なのか。もち、どうしてだよ、どうして。少しは落ち着いたらしいオリベ安永が、敬愛する友の変わり果てた姿に、相対し震える声でそう呼びかけている。ここからかろうじて見える遺体の表情はぞっとするほど青白く空虚だ。苦痛があったようにすら思えない。単に弛緩しているのだろうか、笑っているようにすら見えた。これは汚れじゃない。どうしてわかる。どいてくれれば証明できる。邪険な睨み合いの後、僕は一歩引いた。きつい人は見ない方がいい。狼じじいの遺体に近寄る。こちらもほうけたようないつもの顔だ。血の毛が一切抜けた表情は生前よりも一層不気味に見えた。
あまり見ないようにしつつ背中から引いて仰向けにする。腹部の傷から水音を立てて、内臓がこぼれ落ちる。なんてひどい。みんな無理するな。匠さん、あなたは見てください。腹部は明らかに鋭利な刃物で切り裂かれていた。これは超自然的な天罰や何かじゃない。人間が道具を使って作った傷だ。そして凶器が見つからない以上、誰かが意図的に持ち去ったか隠したかしか考えられない。それをやった誰かが休みずにいて、凶器もどこかに隠されてるってのか。宴の開始から今に至るまでの流れを詳しく説明してください。今日は複数人を交えてかなり正確に宴の進行の様子を聞くことができた。清之助氏の主導により投票で一人を選び殺す流れが出来上がっていたこと、それにより狼じじい氏と、知恵美の同率首位となり決戦投票になったこと、結果的にほとんどの者が狼じじい氏に再投票し彼の処刑が確定したこと、その後身辺整理すると言って彼と鴨志田近持が外出し、他の者はお堂に留まったこと。本当にその二人以外は外に出なかったんですか？間違いねえよ。一応は宴はまだ続いてた。ジジイと近持ちが出たのが特別だったんだ。二人は戻ってくる予定だった。その後宴が再開される予定だった。どう続くはずだったんです？それはよその方にはちょっと。いいでしょう。しかし二人はずっと戻ってこなかった。どれくらい待ちました？1時間は経ってなかったろう。その後遅いから心配だってことで僕らが探しに出て、ものの10分もしないうちに見つかりました。つまりその時出ていった4人、千恵美、匠さん、安永、植松、理香子のうちに犯人がいることになる。お堂に残った5人、野里氏、香里さん、芽衣子、春ちゃん、田江の全員が共犯なんてことは考えられない。数分で2人を殺害し、帰り地などで汚れた服を着替え、再び戻って捜索しているふりをする。不可能よ、そんなの。捜索中、互いの姿は？見ていません。離れて探していましたから。一旦お堂に戻りましょう。その後お堂まで行き、清之助氏がちゃんと見張りをしていて、死者2名と捜索隊以外は宴の開始時から出ていないことが確定。これにより殺人に関わっている可能性があるのは僕と捜索隊の5人に絞られた。僕はあの時点まで部屋にいたことを再度主張し、一応同意を得られたが、匠さんあたりは何らかのトリックで僕が抜け出し殺人を犯したという疑いを捨ててないように見受けられた。まあ確かに他の人全員が目の前にいたという強固なアリバイがある以上、僕を疑うのは正しいのだが、僕は犯人じゃない。となると可能性は一つしか考えられない。二人はお堂を出てすぐに死んだ。その後誰かが凶器を持ち去った。結局お前しか考えられねえってわけだ。だから私が部屋にいるの聞いたって言ってるじゃん。そこについては僕は無実を主張し続けます。である以上、僕は二人の死因は他にあるというしかない。さっきから慎重に殺人と言ってません。気づいた？そう、今のところ自殺や病死、毒殺の後死体損壊や凶器持ち去りが行われた可能性はある。そんなことをして我々に何の得がある？それより芹沢と貴様が共犯だとなれば話は極めて簡単ではないかね。わかりませんが、僕にだって得はありませんよ。ふん、どうだか。本当はお前たち以前から知り合いだったんじゃないのか？違いますけど。だったとしてどうだって言うんですか？君の悪い昔話を住人が信じているのをいいことに、化け物のふりをして殺人を楽しみに来たなんてのはどうだ？やめてください。言っていいことと悪いことがあるでしょう。やめなさい、あんた方。
お堂から出てきたと今出てきたのは山脇紗衣さんだ。奥には牧島春と芽衣子と織部香織がそれぞれ離れて座っているのが見える。これで全員、残る生存者は10人、宴参加者は僕を除いて9人。誰が近持とおじいさんを殺してもそれは掟に反して行われたこと。信内様は必ず汚れをお与えになるわよ。そう言って彼女は合唱する。霧の向こうさらながとは逆の信内山の山頂の方に向いて、それで不思議と場は沈静化してしまう。上松理香子は同じように手を合わせ、出てきた芽衣子はそれの真似をしている。これがこの集落の解決なのだ。競技はすべて超越的な存在の裁きに委ねられ棚上げとなる。ばあちゃん、今日はどうする？もう一人分の血は流れとる。おじいさんも死んでしもうたことじゃ。宴はしまいにして片しよう。わかった、安永手伝え。僕が。お前はおとなしくしてろ。どうやら最悪の状況が見えつつある。あった。その後ほとんど間もなく全員が物意味、おのおのねぐらに引きこもる流れとなった。直前匠さんは僕に割り当てられた203号室に入り、板と釘を持って、崖側の窓を完全に塞いでしまった。てめえが犯人じゃないなら完全に塞いでも何かが起きるはずだ。そういった彼の言葉にはむしろ落ち着きが感じられた。僕が犯人ではない可能性を信じたというより、山の裁きに任せることで落ち着きを取り戻したのかもしれない。あるいは超常的存在の仕業ということで納得してしまったのか。どうにせよ思考停止に一歩近づいたのは確かだろう。狼じじい氏は狼が狼だったのだろうか。その可能性は何とも言えない。狼がまだ2人生存している悪い方にそう仮定すると、残り9人のうち2人が狼となる。人確定が清之助氏、蛇匠さん、さらに猿芽衣子が確定し、実際の容疑者は6人というわけだ。僕が促したためか千恵美が猿公開を提案したそうで、鴨志田近持と芽衣子が猿で確定したようだ。もっともモッチーはもう死んでしまった。なんとも惜しくてならない。もうモッチーは死んでほしくなかったな。狼じゃないこと確定の頭数としても惜しいが、彼はここ安水で僕と交流を持ってくれた数少ないうちの一人だ。安水では異質な存在だったのかもしれないが、僕は彼を面白いやつだと思っていた。その命を奪った理不尽は何とも注いでやりたい。なんとかか。思いを新たに思考を進める。今日匠さんは挙動不審だった春ちゃんを調べるそうだ。これで明日には容疑者は5人、 5分の2なら狼を引ける率は十分にある。特に殺人を繰り返したことにより動揺しているものを見つけ出すことはそう難しくはないのではないか。そして確定された狼が死なば者と最も道連れ欲しさに共犯者の情報までも自白する。これが最大限楽観的に考えた場合の明日の予定だ。一方悲観的に立てば事態は底なしにまずい。今日は4人も死んだ。通常読み意味の宴は朝1人夜1人と比べれば2倍の速度で進行だ。下手すれば牧島春も死んでいただろう。織部香織の弱り方も尋常ではない。この2人の関係が険悪になったのもとも聞いた。香織さんの体調への配慮や夕方のバタバタのせいで今日は皆食事を一切取っていないはず。空腹は安水の住人をさらに追い詰める。明日は無理にでも炊き出しをした方が良いだろう。そこまでやっても明日はまたイレギュラーな死が発生しない保証はない。
例えば、肉体的精神的に切羽詰まった誰かが狼だと疑われるものを汚れ上等で殺しにかかるとか、万一今日の調子で人が死に一方で狼が減らなかった場合、明日か明後日には人の全滅は確定してしまうだろう。脱出、昼からずっと考えているのはその可能性だ。道が塞がれ未舗装な山林をかき分けて進む必要があるにしろ、少なくともあそこまで進んだ時点で頂上的脅威は現れなかった。いやもうやめといた方がいいよ、山を登るのは。足元に気をつけて進みさえすればなんとかなるのではないか。さらに皆が忌み嫌う真田川を歩いて下るならもっと安全に進むことが可能なはずだ。岩だらけの崖を霧の中で下るのはある程度危険だが、一本道だから迷う必要はない。流されないように注意すればいいし、どうにせよ座して死を待つよりはマシだ。ただこれは提案すること自体危険を伴うかもしれない。どうやら汚れの対象は掟を破った当人に限られるため、自殺は汚れを免れると、上松理香子が吹聴したらしい。しかし希望者を募って村を脱出するという行為は、脱出者はもちろんそれを看過した側まで掟違反があるとみなされかねない。脱出は決して穏やかではないものになるだろう。ただここにも楽観論がある。何かはいるのだ。安水に救う何かは普通ではない手段で人を殺し、脅かしている。少なくともそれに立ち向かったであろう織部義次は悲惨な最後を遂げている。迷信は事実無根ではなく、迷信のモチーフとなったリスクは実在すると考えるべきで、僕の脱出計画にはそれが抜けている。しかしどう備えればいい。ギリギリ期待できるのは藤吉村の迷信をもっと詳しく調べることだ。そこに例えば狼様の弱点や正体を探るための手がかりが秘められているかもしれない。彼女らがやってみせた手遊び歌は明らかに読み耳の宴についての普及をしている。詳しい歌詞は覚えていないが、結構な情報量があったのではないか。もしかすると宴に関する手がかりは安水という文化風土にもっとたくさん隠されているのかもしれないのだ。年長者や藤吉独特のカジキ島に関与していそうな、上松理学への聞き取りが必要不可欠と思われる。明日の昼までに武器となる情報を入手すること、その上で宴がきちんと機能すること、それが唯一の活路というのが結論。今日の宴の顛末だが、結果的に、狼じじいがくくられる、つまり、処刑対象となったのはどう考えても彼が一番どうでもいいからに違いない。うん、確かにね。結局多分そういうことやろね。宴に協力的ではない人間を排除するのはある程度重要なことだ。それは間違いない。しかし6人も死者が出ているのに、未だになんか怪しい程度の判断基準しかないのはまずい状況のというほかないか。昨日ならばある程度の理由では皆死刑を行わなかったはずだ。まあ全然行わないのは問題なんだが、怪しいで人が殺せる風潮が蔓延するのはやはりまずいだろう。精神的にはまるっきり迷信深い前近代的な集落に戻ろうとしているのだ。この場所は押しとどめられるとしたら外来者である僕しかいない。そうやって自らを無理やりこぶし、夜を越すのを待つこととする。おこんばんは。普通に出てきとうや。うわドア越しの声が完全に不意地だったため、素で絶叫してしまった。今何時だ。19時。襲撃には早すぎるし、外出には遅すぎる。どうしたんだ君は。もう寝てないと天罰が下るんじゃないのか。いや多分あと1時間くらいは大丈夫だよ。昨日も8時くらいまでは起きてて何もなかったし、正直毎日寝すぎでしてね。
根は足りてる一方でお腹が空いてどうにもこうにもね。備蓄は？香織さんがあんな状況だとみんなで分け合うべきかなって思って手をつけないことにした。みんな今日はお腹空かせてるしね、付き合おうかって思って。えらい。春明さんは食べていいと思うよ。昼のやつ？いや、やめとく。ところで何の用？だから気を紛らわせるために。本当にそれだけ？春明さん、私のこと疑ってる？いや。なんで？猿のことを言ったから。自分でちゃんと理解した上で。ん？読み意味の宴は非常によくできたコミュニケーションゲームだ。よくできたって？コミュニケーション以外の方法でゲームに勝つことをほとんど封じてるって意味だけど、近持くんも言ってたよ。これに勝つには人も狼もコツというか独自のセオリーを要する。猿もその一つだ。何の役に立つか分かりづらいけど、実はいきなり容疑者を2名も減らせるわけだ。これは1日目から可能だから、猿は安全なリーダーになれる。モッチーとメイコには厳しそうだけど。そうだね、自由人とお子様じゃな。一方で狼はどちらかといえば受け身なセオリーになるんだと思う。怪しいだけでくくられる状況下ではあくまで怪しまれないことが重要になるわけだが、これは結構難しい。そうだね、黙ってても雄弁でも怪しく見えるときは見えるし。そうだね。ただごく初期の段階でも信用と不信を分ける2つの要素がある。それが猿のことに関係するの？ああ、要は間違った誘導をすることと有用な提言をしないことだ。間違った誘導については、例えば間違った計算でみんなを煙に巻いた清之助氏あたりは結構怪しい。でも彼は人確定でしょ？その通り。まあ匠さんがヘビってのが嘘じゃないって仮定の上の話だけど。え、嘘だって可能性あるの？ゼロじゃないさ。だって加護を受けたかどうかなんて口ではいくらでも言える。というか、例えば僕が狼なら何人か殺した後で適当な加護者を名乗って安全な座席を確保するね。なるほど。でも匠兄ちゃんは初日にいきなり名乗ったよ。そうなんだよな。自殺行為に近いけど、結果雲に守られることを考えれば痛みを伴う有効打だったのかな。ともかく確かにそうなると匠さんと清之助氏は信頼していいと思う。さらに僕の中では猿の使い方についてちゃんと発信した。君もね。春明さんのその意図を見抜いて黙ってるのを諦めたのかもよ。おお、それは困るな。というか、ということは猿のことを教えてくれた時点では知恵美のこと疑ってたってことですよな。あ、気づいた。なんつう男、好感度だ。信じたかったから鎌かけたんだよ。回復。よっしゃ。ということは一番怪しいのは誰？はるちゃん。やっぱりか。さすがにちょっと説明になってないし、2日目で態度が変わった理由も実の祖父を殺したからで説明できる。あるいは他の狼の肝臓師を殺す決定に同意できず誰も信用できなくなったとかね。ああ、確かにありそう。もっともこんなもんいくらでも理由付けは可能なのだから当てにはならない。彼女の得票数自体は少なかったというのが実際腫れ物扱いだっただけで、牧島春が最も怪しまれていたのは間違いないだろう。蛇の加護で彼女を調べようという発想は自然だ。まあ彼女はそんなにゲームとか得意じゃなさそうだから、有用な提言をしないの原則で判断するのはかわいそうだけど、それで言うなら安永くんの方がもっと怪しい。え？でも安くんいっぱいいろいろ言ったよ。日数計算が間違ってることとか、それに今春明さんが言ったようなことも言ってた。何もしないのが間接的に狼を利しているだっけ。それに
初日雲が隠れてた方がいいってこともそうなんだよね。細かいことが多いとはいえ彼は進行には貢献している。特に初日のことは大事だ。黙って見過ごし、加護者がどんどん名乗り出る風潮を作れば狼にとってはずっと楽だったはず。引っかかっているのはリーダーの選び方や猿名乗り作戦が彼の口から出なかったという点だけだ。有用な提言をしないがゆえの怪しさ。彼ならとっくに気づいていると思ったが、オカメ八目というやつで僕が外部にいるから気づきやすかっただけなんだろうか。となると彼はやっぱり白かな。あとはわからないね。上松理香子さんや妙さんは何考えてるかわからないし。そうだね。実際宴の外で根拠を持ち出していいなら上松理香子は相当怪しいのだ。いちいち言動が思わせぶりで何か知っている匂いプンプン、匂いをプンプンさせている。彼女も彼女も長者の一員なら神藤吉の者だけが知る情報を持ってるんじゃないか。あ、知ってるんじゃないか。その疑いを受ける余地は十分にある。この辺りを追い詰めて解決するなら話は簡単なんだけどな。春秋さんさ、現状を楽しんでない？ないよ。でも、こういうミステリーみたいなのって好きそう。それは否定しないけど、さすがに自分や大事な人の命がかかっている時に楽しむ気分にはなれないな。それこそ探偵を気取ってみても素人には何も分かりはしない。無力感だけさ。あんまりそうは見えないな。なぜこんなに疑われているのだろう。他のみんなボロボロだよ。普通の人はああやって平常心を失っていくもんだと思う。それは君についても言えるんじゃない。私も普通じゃないですし。そういえば人を殺しかけたとか聞いたけど。誰かな、バラしたのは。それは秘密。まあそんなに悪意のある感じには聞こえなかったけど。まあなんと言いますか、中学の時かな。安水の子らをいじめてた分校の上級生らをバットでボッコボッコ。うわ。その中に長者の筋のやつもいたから大騒ぎになっちゃってね。まあそれで年が上の人たちは私に厳しいんだ。なるほど、正義の武闘派ってわけだ。それで、長者を敵に回し休み送りになったってわけか。いやまあ単に血の気が多くて問題を起こしたかっただけですよ。反抗期？そんな感じ。はるちゃんやよしくんと同じよ。こんな田舎だとやすくんみたいにまっすぐ育つ方が珍しいんじゃない？そうかな。ひねた都会よりも健全で素直な子に育ちそうだけど。言い直す。こんなに貧しいとだわ。確かに安水は極端に貧しい集落のようだ。車もない、携帯電話もない。集落内で経済活動が行われている気配すらない、おそらく半分自給自足をしながら農業や狩猟によって金銭を得ているのだろうが、外に売りに行く手段はなさそうなので、そもそも神尾藤吉を経由するのだと思われている。もしかすると不当に買い叩かれたりしているのかもしれない。だとすれば裕福になるはずもないだろう。金で全てが買えるとは言わないが、貧しさは人の心まで貧しくする。製品と、高潔さを両備した人もいるだろうが、それは聖人と呼ぶべき生き方、それだけ難しい生き方なのだろうと思う。加えて上藤吉からの村八部により、幼少期から理不尽な圧力を受ければグレたくなるのも当然のというもの。むしろそれにしてはグレ方も可愛いものだと言えるかもしれないな。今度こそ引いた？いや別に。嘘だ。いざとなったらドンキ持ち出すような女、内心ドン引きでしょ。ドンキだけに。そのダジャレ悪いがスルーだ。前の彼女もそんなだったし。そうなんだ。なぜか動揺されてしまった。彼女さんと別
われたって実は嘘だと思われてたのか。正直ナンパの口実かと。ひって、それはもう身の危険を感じるレベルの大喧嘩を経て破局しましたよ。うはー、それはご愁傷様。君の方は？え？男性遍歴、僕は言ったんだから君も言うべきじゃない？あー、まあその実際に付き合ったのは何人なんですか？2人かな。知恵姉はモテモテで53人切りの超絶ビッチだって話はどこへ行った？そこまで言ってない。多少持ったのは認めるが、実際大学で各種お誘いはいっぱいもらってますけども。なのに2人ぽっちなんだ、付き合った人。まああんまり会う人っていなくてさ。僕は？これ以上やめとこうよ。期待したら死ぬのが怖くなる。死ぬのが怖いのは当然じゃない？別に。どうして？死ぬより神様の方が怖い。君の言う神様は一般にイメージするそれと違うよね。どこが？それは何やら恐ろしいもので、実際に会えるものなんだろう。みんな神様には会ってるよ。見えていないのかもしれないけど。それに神様は怖いよ。みんな怖さを知らないだけ。僕も見えてない、知らないだけ。あなただけはわからない。だから私はあなたを失うのは怖いかもしれない。なんか目に光がなくなったの。そんな言葉、永遠の愛を誓った相手にでも言えばいい。怒った？ちょっとね。そっか。この段になっても思わせぶりなだけで何の手の内も開示しないのは火遊びが過ぎるんじゃないの？私もどうすればいいのかわからないし迷ってるんだよ。全部話してみればいい。もう帰るね。ちえみ。おやすみ。何なんだこれは。なぜ彼女は話さない？まだ信頼に足りていないのか、単にモテ遊びはバレているだけなのか、結局彼女の頭がおかしいというオチなんだとか、それとも他の事情が。クソを追いかけて問い詰めたいところだが、閉じ込められているせいでそれすらもできない。モヤモヤする。もっともこんな心配をしている場合じゃない。狼は今日誰を襲う？今日ちえみに投票した者のうち、狼 G は死亡した。それを考えてもちえみが多数票を獲得する見込みは低い。狼からすれば人側に有用でかつ宴の投票を殺せそうにない奴を殺したいと考えるだろう。となると彼女にしろ安永君にしろ今夜は危ないということになる。逆を返せば、彼らが生き残ればそれだけ不自然に見える。彼ら自身が狼なのではないかと思えるほどに。知恵美は本当に信じていいのか。僕はそう思っている。断定はしないが、どうにせよ雄弁なものが怪しいとされる状況は今後彼女の存在の障害になるだろう。さっきのタイミングで逃げる相談をすればよかったか。いや、それはおそらく無駄だ。彼女の神様の話はよくわからないが、彼女から逃走という選択肢をなくしているのは確実だ。誰でも会っていて怖いけど、それを実感できない何か、全問答なのか、それとも本当に何かが見えている。くそ、知るか。苛立ち始めたのは空腹の悪影響だ。精神をすり減らすよりマシと判断し、入浴と就寝に努めることとする。しかし僕の予想はまだ甘かった。おー、5月15日来た。まだ生きてる。はい、ということで、一旦ここで終わりたいと思います。狼じじいと近持ちが死にましたね。あと何人だ。あと9人か。やばいな。どんどん人減ってるけど。しかもな、疑っとるやつがいっぱいおるし。
全員怪しく見えるな。はい、じゃあとりあえず、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、あとコメント欄にコメントをくれると嬉しいです。あと X と TikTok もやってるので、そちらもフォローしてくると嬉しいです。はい、じゃあ、これで失礼します。さよなら。